運転寺山町公園は、運転寺山山町に位置しており、香川県関温寺市の標高920メートルにあり、四国ケーブル株式会社が管理する芝生公園である。当初からは、瀬戸大橋、瀬戸内海、水戸予平や、愛媛県の四国中央市街などを望むことができ、香川県側からのアクセスには、運転寺、ロープウェイを利用することにより要易に来訪することができる。 四国八十八カ所の第六十六番札所運転時が隣接している。2001年からロープウェイを運行する四国ケーブルにより、香川県唯一のスキー場、スノーパーク運転時が開業。しかし、2020年3月の営業終了後、担当による営業日数の減少や作り行きのための電気代の負担の増加、新型コロナの影響による客の減少などにより、 営業の継続を断念し、閉鎖となった。公園には2020年7月に、天空のブランコが整備されるなど、年中楽しめる観光地として、再整備されることになった。2020年10月15日、四国ケーブルの依頼で閉鎖したスキー場のレストランに、紅葉期限定で、カフェルポ運ペンジがオープンすることになり、好評を得て営業が継続された。その後、カフェルポペンジは、 元の店を構えていた三豊市に再オープンすることになったため、2021年9月20日に運転時での営業を終えることになった。施設を管理する四国ケーブルでは、観光客や運転時参拝客に軽食を提供する、店を新たに誘致する検討をしている。年中無休管理する、運転時、ロープウェイに付随する、ロープウェイメンテナンスのため、臨時休業の可能性あり、 3月から11月、7時30分から16時50分、12月から2月、8時10分から16時50分。ありがとうございます。